靴はこれ何の靴ですか？これは、スカルパのこれは VSR ですね。はい、こっち側は VS です。はい。はい、じゃあ VSR から。理由は一つはこのかかとの尾が他の靴より深いので、ちょっとこうすっぽりはまって包まれてる感じがあるのと、ここもちょっと深いのでなんか全体的に締めてくれてる。他の靴と比べるとちょっと深く入ってるので脱げにくい感じ。はい、こっちの方が新しいです。あ、新しいです。最近買いました。はい、こんな感じです。もともとずっとこっちの VSR を使ってたんですけど、ちょっと VSR のソールと VS のソールでこっちがちょっと硬いので、ちょっと硬いのがいいかな。形は全く一緒です。履いてる感じもなので全く一緒なんですけど、踏み心地が違うんですね。こっちのオレンジの VS の方がちょっと硬いで、 VSR の方が少し柔らかいので、踏んだ時にちょっと曲がるというかゴムがふにゃってなる感じで踏み心地が違います。粒乗る時はこっち使って、平たいのべちゃって乗りたい時はこっち使うっていう感じ。ありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ靴のことでお聞きしたいと思います。はい、これは今履いてる靴ですね。はい。これは何？これはシャークです。はい。幅広ですね。僕足幅広めなんですけど、結構幅広めのワイドな形してまして履きやすいですね。足型に合うところですね。そうですね。あとは、硬すぎず柔らかすぎず、これ結構履いてるんでもうふにゃふにゃですけど、自分向きな、靴かなと思ってます。あとは、ヒールなんですけど、すごいですね。ここまっすぐこう真ん中にね。最近よくありがちなヒールの後ろとんがってるタイプのものがよくあって、空洞が中で開いて、潰してヒールかけるみたいなタイプがあるんですけど、ちょっとそれが苦手で、シャークだとそんなにとんがってないので中で空洞ができにくくて、ちょっとフィット感はよく高い、いいかなと思ってます。はい、ここもこういうふうにこうなってますね。そうですね。これメインはこっちなんですね。そうですね。今メインシャークですね。横幅も横幅広めなので、すごく履きやすいなと思ってます。ですね。ヒールですね。ヒールは、こっちも同じように隙間できにくくて、日本人の足にはフィットしやすいかなと思ってるんですけど、横幅がね結構広いんですよ。これ丸いんですよね、ヒールが。なので、ちょっと薄いめのボールドとかにかけるときにちょっと感覚が分かりづらかったりとか、ちょっと抜けやすいっていうのがちょっと感覚であります。あとは硬さとかグリップ力とかっていうのはそんなに変わらなくて、同じようなですね。わかりました。男性クライマーの方です。はい。これ靴はどこの靴ですか？これはブラックダイヤモンドのシャドウ。シャドウですか？はい。どういうとこがお気に入りですか？全体的に柔らかくて、履き心地がいいです。履き心地がいいですね。もうめっちゃトゥーかかりそうですね。トゥーはね、そうですね。下手くそなんでかけれないですけど。でこの3足ですね。はい。これはこれどういった時使うんですか？これは別に何でもないんですけどね。柔らかいのが履いてみたいと思ってこう履き始めただけで。ヒールどんな感じが見せますか？ヒールもがっつりかかりそうですね。ここもラインが入ってちょっと薄いからぶつけると痛い。痛いですか？次これいきましょうか。これはスポルティバのジーニアスです。ジーニアスね。紐靴が履きたかったのと色味がかっこよかったっていう、その2点が一番です。見た目が大事ですね。そうです。これどういった時履くんですか？いやもうこれも別に履いてみたいっていう時があったからっていうので、シャドウと交互に履いてるだけで、特に何っていうわけではないですね。で最後これですね。これはおたきですね。はい。外行く時とジーブとかちっちゃいものを踏む時は体重に負けないんで、これが一番です。そういう方ですからね。はい、ありがとうございました。